フェデックス・セント・ジュード招待初日15日 TPC サウスウィンド米国7243ヤードパー70松山英樹がメダリストと記念撮影写真米国男子ツアーは年間王者を決める全3試合のプレーオフシリーズが開幕フェデックスランキング上位70人が出場する大会の第1ラウンドが終了した日本勢はランキング8位の松山英樹が出場 初日を7バーディ2ボギーの65で終え5アンダー2位タイと順調に滑り出したスタート直後の3番でボギーが先に来る展開だったがすぐさま4番で取り返すと14番からの3連続バーディなど16番までに7つ伸ばすかい進撃2打目を左のバンカーに入れた17番パー4でこの日2つ目のボギーが来たが首位と1打差の高位置でホールアウトした 単独トップには6アンダーのクリス・カーク、米国が立った。松山と並ぶ2位にはテイラー・ペンリス、カナダ、マチュー・パボン、フランスが続く。ランキング1位でプレーオフシリーズに進出したスコッティ・シェフラー、米国は4アンダー、5位タイと上場発進。ランク2位のザンダー・シャウフェレ、米国も同じ順位につけている。プレーオフシリーズは、 優勝2 0 0 0プラチナなど順位ポイントが通常大会の4倍に設定され、まず今大会終了時点のランク5位までの選手が次戦に出。